本日はスッキリと目が覚める朝ヨガを行っていこうと思います。こちらの内容ですね、3月にあった YouTube ライブでの朝ヨガをヨガ部分だけ抽出してほしいっていう風にリクエストがありましたので、そちらをやらせていただこうと思います。今ですね、サキヨガチャンネルでは月に1回 YouTube ライブをやっていまして、レッスンをライブ配信でやったりだとか、皆さんとお話をしたりだとかもしていますので、動画以外もライブ配信を見に来ていただけたら嬉しいです。それでは早速ヨガ始めていきます。サキヨガチャンネル。まずはマットを縦長に使いますので、縦向きで正座の状態になりましょう。正座が苦手な方はあぐらの状態でも大丈夫です。両手を体の横に下ろして、まっすぐ前を見ます。かかとの上にお尻をついたら、背骨を上に上に引き上げて、息を吸いながら両手を前から上に向かってゆっくり上げましょう。吐きながらできるだけ後ろを通って下ろしていく。この動きをあと2周続けます。息吐いて後ろ、ラスト1周吐いて、指先が床に戻ってきたら、吸いながら右手を横から上げ、吐きながら体を左側に倒していきましょう。左の肩はストーンと下ろして、肘を軽く曲げておきます。吸いながら体を起こし、吐いて腕を下ろして反対側です。吸って左手を上げて、吐きながら右側に倒れる。これを一呼吸ずつ繰り返していきます。吸いながら起き上がって、吐いて下ろす。吸う息で片手を上げ、吐いて横に倒れる。お尻、体重を乗せる方も少しずつずらしていただいて、上半身、片側が大きく伸びるのを感じてみてください。あと1回ずついきます。吸って起き上がって、吐いて下ろす。肋骨もしっかり締まったまま吸って伸びて、吐いて横に倒れます。では起き上がったら、ゆっくりと腕を下ろして、そのまま両手を前について四つん這いの体勢になりましょう。肩の真下に手首、両手を大きくパーに開いて、足の付け根の下に膝です。鼻から大きく息を吸い、吐きながら背中全体を丸めていきます。手のひらでマットを押して、首の後ろまで脱力。吸いながら反対の動きです。肩を外側に開くようにして胸を引き上げ、鼻先、視線斜め上。吐いて腰から丸まっていきましょう。自分の中で最大級ゆったりした深呼吸に動きを合わせていきます。吐いて丸まって。ラスト一回吸いながら斜め上を見上げて、吐いて背中を丸めましょう。全部の息を吐き切ったら、ゆっくりと四つん這いに戻ります。平らな背中に戻ってきたら、右足を手と手の間に出して、左の膝を一歩後ろに引きます。左足の付け根が伸びてるなぁと思うところで足の甲を寝かせたら、指先で床を押して軽く上半身を起こしましょう。大きく息を吐いて、左足の付け根を斜め前に押し出していきます。余裕がある方は両手を膝の上について、さらに体を起こし、まっすぐ前を見てください。もっと余裕がある方は手を体の横に下ろして、吸いながら腕を上に向かってあげます。大きく息を吐いて、そのままキープ。では上げている手を床に戻しましょう。左手は右足のすぐ内側についたまま、吸いながら右手を横から上げて体をねじります。吐きながら上げている手、後ろにもっともっと引いていくか、いけそうな方は手のひらの向きを反対に変えて、手の甲を腰にタッチしてみましょう。ねじった状態で大きく呼吸1回します。では
は右手を天井に向かって戻してから1回戻す。反対側も行きます。右足後ろに引いて、今度は左足を手と手の間に乗せ、右膝を大きく後ろに引いたら足の甲を寝かせ、行ける範囲で大丈夫です。まずは背筋を伸ばす。起き上がれそうだったら起き上がって、吐く息、お尻をずっしりと沈めていきます。さらに行けそうな方は両手体の横を吸いながら大きく伸ばしましょう。深く息を吐いて、では上げている手を床へと下ろし、右手は左足のすぐ内側、左手を天井に向かって上げていきます。大きく息を吐いて体をねじり、左手後ろに引くか、手のひらの向きを変えて腰に添えるか、床についている手でもしっかりと押していただいて胸をねじっていきます。一回深呼吸をしたら、左手を天井に戻してから床へと置いてください。そのまま左足を後ろに引いて、一度チャイルドポーズでお休みをします。呼吸と心臓の音が落ち着いてきたら、次の動きへと入っていきます。両手を顔の横につき、背中を丸めながらゆっくりと起き上がりましょう。起き上がったら膝立ちで、今度は正面を向いていただきます。膝立ちの状態になったら、今度は右足を真横に伸ばして両手を前につきます。でお尻、腰がね、丸い状態にならないように、少し天井の方にお尻をプリッと向けるようにして、右足真横に伸ばす、左足のつま先を立てる、左足のかかとの方に自分のお尻を引いていきましょう。吸いながら前に戻すを繰り返します。深く息を吐いて、右足の内ももが伸びていくのを感じてください。ではラスト1回です。後ろに向かってお尻を引いたら、そのまま両手を手前に引いて体を起こし、もう一度膝立ちになります。ゆっくりと右手を横から上げて、引きながら体を左側に倒していきましょう。余裕がある方は耳の横まで腕を持ってきて、さらにね、腕を少しだけ後ろに引くように胸を張っていきます。自分の足の付け根をちょっと前に押し出すようにして、体の前面を開いてみてください。さあでは体を中心に戻してきて、上げている手を床につきます。両手肩幅についたら、上げている方の膝を90度くるっと向きを変えていただいて、両足のつま先を立てます。足を後ろに引いてラウンドフックに入りましょう。手は肩幅、足は腰幅くらいで、膝曲げてかかと浮かせていいです。背中がまっすぐ伸びるようにお尻を後ろに引いて、この状態で片足ずつ膝の曲げ伸ばし、足の後ろ側ストレッチしていきます。動きを止めたら、一度深く息を吐いてから、先ほどとは反対の足、膝を曲げて、この体勢になってみましょう。で曲げている方の膝、90度くるっと向きを変え、肩の真下に手首をついたら、画面とは反対側を向くように、先ほどの前面を伸ばすポーズに入っていきます。大きく息を吐き、
足の付け根の真下に膝を置いて胸を開いていく。体を中心に戻してゆっくりと上半身を起こします。上げている手を下ろしたら内もものストレッチです。片足を伸ばした状態で両手を前につき、お尻丸めずに少し天井の方に向けてから、かかとにお尻を近づけていきます。ゆっくりと正面に戻す。繰り返しましょう。ラスト1回いきます。はい、 OK です。では伸ばしている足を畳んで、もう一度膝立ちの状態になります。膝立ちになったら、ここからは体の前側を開いて気持ちも前向きにしていくポーズを行います。腰が痛い方はこのポーズはお休みしておいてください。膝立ち、両足つま先を立てたら足腰幅にします。両手指先が地面の方を向くように、このお尻の丸い部分に手を添えて、肘をできるだけ背面でグッと寄せ合います。上半身を固定した状態ですね。で、まっすぐ前を見たら吐く息、お腹を薄くして、大きく息を吸い、次の吐く息で少しずつ視線を斜め上に上げていきましょう。そうすると自然にね、背骨が斜め後ろに後ろに引けてくるので、頑張って倒れようとするんじゃなくって、伸びる伸びる伸びるの意識で斜め上を見上げ続ける。いけそうな方だけ片手ずつかかとについて、足の付け根を少し前に押し出すように胸を開きます。首の後ろ力が抜けないように視線は上に上げ続けてください。ラスト一呼吸。視線はそのまま片手ずつ腰に戻して、ゆっくりと起き上がっていきましょう。まっすぐ正面見たら足の甲を寝かせて、一度チャイルドポーズで休憩をします。今体の前側を開くポーズをしました。今度は背面側をよく伸ばすポーズ、はい、で終わりにします。貧血気味の方はチャイルドポーズのままお休みしていてください。両手のひらを顔の横について、少しずつお尻を天井方向に上げ、頭のてっぺんを床につきます。いけそうな方、しっかりとお腹力を入れたまま両手を背中側で組んでみましょう。吸いながら肘を伸ばして拳天井に引き上げます。そのまま耐震呼吸。では肘を曲げて拳背中についたら、ゆっくりと両手を顔の横に戻し、チャイルドポーズで休憩です。深く息を吐いて、心臓の音、呼吸の音を整えていきます。手で床を押しながらゆっくりと体を起こしましょう。はい、起き上がったら正面を向いて楽な座り方になります。手足元に添えて背筋を軽く伸ばし、目を閉じる。心と体を落ち着かせるように、たっぷり鼻から呼吸を繰り返してみてください。両手を体の横に下ろして、吸いながら腕を横から上げて万歳。一番高い位置で手と手を合わせ、合掌を胸の前に下ろしましょう。肩の力をストーンと抜いて、自分の呼吸と心臓の音を感じ取っていきます。これで本日の朝ヨガクラス終了します。
皆さん、今日も一日頑張っていきましょう。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。あ、ではお願いします。では参ります。いいな、これも。どうですか、5月からサキヨガチャンネル新しくなります。毎回リニューアルします。サキヨガです。